ですね、ダイヤさんをものともしないこのやり込み。あ、でもねこれは本当に不思議だけどさ、やっぱりあの流れっていうのがあってね、ユーリフレだけじゃなくて、いけるって思ったら針の穴みたいな選択肢5回連続で当社勝てるだろうみたいなね本当にあり得るんだ、これが不思議でさ、まあ競技用 の, あのスポーツ見てるのと一緒だかな、そういう部分もねあるのでね、そういうのが垣間見れるのもいいと思う。投げすかしたのをしっかりコンボ、いい画面端、いいとこ線、ちゃんと一回引いてから投げに行くとかね、あの辺も読み合いがしっかりできてますね。空中に逃げて投げてないあのダッシュ攻撃もなかなか私から見るといいなって思うんですけど、譲り派の、はい、あ、そうそう、譲り派っていうかこのゲームダッシュ攻撃っていうのも別途特殊技って形であるんだけど、鋭い技が多い代わりにリスクが多い技の方が多いんだけれども、譲り派はそれをバットでキャンセルして隙がなくてフォローもできるっていうね、とっても万能な、そう、性能をしているので優秀ですね。優秀です。あの対戦相手として前にいるとあの心が折れそうになるすごいですね、あいつのターン終わんねえんだけどってあいつのターン終わんねえ、あるある。ただそのこの普通のゲームっていうか、特に切り替えシステムがないと相手のターン終わんねえで終わる、あのゲームが終わるんですけど、このゲーム相手のターンが終わんなくてもそのグラインドグリッドっていうか真ん中のひし形貯めて、あの有利なこうシステムさえゲットしてしまえば、そこから切り返し、あのガードキャンセル技とかも出せるんでね、ガードすることによって状況が変わるっていうあの要素があるっていうのも楽しいところかなと。いや、今のいいゲージ吐き切りですね。ラウンド取ったのはマズさん、もう負けられないですからね、こう六策的な意味では、なんでしょう、他の格ゲームを私ちょっとやったんですけど、なんかウニって結構ガード重視なゲームじゃないですか。まあそうだね、ガードが意味があるっていうのかな。いやほら、結局格闘ゲームって殴ってあの殺すゲームなんだけれどもさ、要はやっぱ攻めなきゃ倒せないよねってなると、でガードしてても全部ガードしたって勝てないんだよ、全部ガードしても100点なんてないんだよ、相手倒せなきゃ0点なんだ、そうするとどんなにあなたの防御が上手くてもってこう前に出れなきゃ意味がありませんってなるんだけど、まあそうだった時に本当はガードしてあの有利な状況か不利な状況っていうのを見るのが待つのがいいんですけど、さあ萌代さんが1本取って、あ、なんかコメント、ひし形なくてもゲージだけでガーキャンできるのできます、 100% 以上あればガードキャンセル技を出して相手を追い返すことはできます。ただしそれをやるとあのグリッドっていう真ん中のピカピカ光ってるのがバリーンって割れちゃって、その後ちょっと1周分ぐらいかな、あの17秒ぐらい回復しないんで、17カウントぐらい回復しなくてとても辛いので、アサルトジャンプができなくなって、アサルトとかシステム技が使えなくなるんでね、はい、まあ、だからできるけど状況がその後悪くなるんで、本当にこれだけはここを崩れたら死んじゃうとか、ここの流れだけは渡せないっていう時に限っては使うのもありかなと。さあ、マスさんが追い詰められてますけれど頑張っていただきたい。いや、この暁がブンブンしてるだけですごい強さに見える。お、投げた、今の上手いですね、ちゃんと隙間に割り込んでいく形で、譲り派のコンボは難しいんですけどね、ホールドしながらとか、あと対空がすごい上手くてよく上見てるなって思います。そう、松さんね、上見てるね、これはいいところ。あーっとちゃんと移動技から、あー、コンボ見せちゃった。始まり有利を作って、あ、小鳥さんはプレイヤーか、あー、まあ一応プレイヤーです。あ、刺さってしまったということで 2-1 なので、とりあえず怒涛の6立てで、あの6先としては、まあ、今のところもやさんが勝ちということになりましたが、はいはい、まだ実践ガチャ続きます。あと5000やってもらう、あ、5じゃないや、1、2、3、4、5、6、あと4000、うん、今7000までやってもらったんで、あと4000やってもらいます。頑張れ。ここから先は、あの、まあ、6先は、まあ、まあ、もよさんが強かったね、なんかここからプライドの戦いですということで、一戦一戦また気合を入れて、そうですね、気を抜かずにやってもらいたいと思います。気を取り直して頑張っていただきたいと思います。ディバイ銀ユーズリハ、いい色だなって書いてあった。そうですね、このゲームカラーもすごい豊富だし、やる価値はあると思いますよ。新しいバージョンもそろそろ来ると思いますし、やっぱりこの2人は上もしっかり見てるし、あとさっき言ったグラインドグリッドとか技ゲージも見ないと 100% 技で殺しきれるとか、あと CS して隙キャンセルするとかっていう
読み合いが多いと思います。あ、割れちゃった。今みたいにベールオフ当てられたりすると割れますね。あとは下段シールドしてる時にアサルト攻撃されたりして割れたりします。そしてモヨさんが攻める。しかしたところ初心者におすすめのキャラ、初心者おすすめね、まあシステムっていうか戦いやすいというか動かしやすいのはやっぱりハイドかな。あ、性能、技性能揃ってるのと、うん、あ、いいね、いいコメントありがとうございます。そう、ハイドリンネがね、やっぱスタンダードキャラ、やっぱ主人公、準主人公キャラってつけやすいキャラが多いのもあるけど、はい、うん、ゲームを覚えるって意味でもね、とても向いてるので、まず触ってみてちょっと覚えてから好きなキャラに触りに行くっていうのが、まあ、おすすめかなって感じですね。え、あります。あの、これもヒルダしかほぼ触ってないんですけど、やっぱ好きなキャラ使うんだったら好きなキャラだけでいいでしょうっていうのはね、とても分かります。まあでもやっぱそういう時にね、例えばそのシステムとかよく分かんないっていう時には、まあ、あのアーケードに来て周りに聞いてもいいし、今はね SNS とか Twitter も結構あるので、質問とか簡単にしてもらえればね、いいと思います。鋼の心を持っているなら、そうですね、ゴールドでシステムを覚えてゴールドでやるっていうのは次のバージョンで通用するかまだちょっとわからないんで、CS 昇竜、そうですね、昇竜の無敵を持っているキャラは CS でキャンセルして相手が飛んだのを見てから拒否とかはできるんでありだと思います。そういう意味でもハイドリンネは初心者おすすめかなと。さあ、怒涛のていうかモヨさん強くない、これどうしたの、やばくない、これマズさんどうしようみたいな顔してるけど、大丈夫大丈夫ちょっとなんか気合の入り方が尋常じゃないですね。もう、あの、普段からモヨさんは暁暁って言って、今日もロケテに中の人を探しに行ったりとか熱心なので、今日のガチ対戦も相当気合入ってるんじゃないかなと思います。それで終わり、それで終わり、勝手に延長しちゃう。わたまし乱れだけだ。そうですね、エストのロケテではかなり暁が強くなったってモヨさん喜んでたんで、モチベは相当高いと思います。もうずっと暁楽しい、暁楽しいって言ってました。私はフォロン、フォロン楽しいよ。まあでもだからかね、こう画面見ててもこう殺意が伝わってくるようなね、前の出方してるね今もね、まあ、なぜ今前ジャンプするのかよくわからないんだけど、 JB が通ってるんだよね。あ、楽しいです。そうですね、自作はもうみんなが待ちきれないんで、早く開発者の方をね出してほしい。あ、そういうのはいいから、はい、画面端殺しきる。ほんとミスんないね、ラウンド取っていったな、もよさんの暁。マズさん頑張れ。まあマズさんもね、こう追い返したらいいんだけどね、こう鬼のように前に出てくるからどうしたんでしょうね、あんまりそんな攻め手があるプレイヤーだとは思ってなかった。いやでもね、とりあえずね、こうやっぱ5分ぐらいの人たちの戦いってこの辺が分水嶺で、あの追い返し切れたらやっぱ全然もう状況逆転しちゃうし、今追いつけてるからモヨさん勝ってるけど、これマズさん対策できて追い返せるんだったら赤月やることないよ今のバージョン、うん、いや本当に本当に、耐久のリターン差を感じる。そうですね、なんか暁は補正がきついみたいなんで、あの場所とか指導によってはあんまりダメージが出ないらしいですね、今作は。これも延長しちゃうやった、次延長するぜ。では、延長を、はい、延長します。やったね、結構ボブまで行くんですけどね、体力差的には、うん。いやでもそう、このね、お互いにね5分ぐらいだけどっていう時にね、下手に周りに気づかずだって気づかずダメなんですよ。あ、どうせ前に突っ込んでくるだろうとベルフ置いていたら冷静だった、もよさん。問題なのはこれね、パッと画面だけ見るとね、すごい冷静、赤月ってなるんだけど、あの本人の中でやべえ、前出して出なかったとかありえるからありますね。おかしい、俺は前に出たつもりなのに前出なかったら相手がベルフした、ラッキーとかあるからありますね、そういう。まあ、こうなってくるともう累計の何勝何敗とかよりも、あの一回でも殺すみたいなのが、ね、オーラがマズさんから伝わってきてる。さあ今9戦終わって10戦目ですね。あ、今9戦 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 か、あ、そうか、今9だ、だから次10戦目でしょ。今10戦目、 OK よね、 OKOKOK、 合ってる。
あね、この10先とか11先とかね、なんたら何戦勝ちとかね、いろいろあるんだけれどもね、プレイヤーとして思うのはね、ただ一つ、最後に勝っちゃいんだよ、最後にってね、最後俺は最後勝ったぞみたいなね、そのところがあるんでね、相手にね、言い訳させないためには完膚なきまでに叩きのめさなきゃいけないんですけれども、さあここから松さんがどのぐらい取り返せるのか、もよさんがどれぐらい勝ちを増やすのか。あとね、面白いのはこうやって同じ人同士がずっと戦ってると、もう癖がバレるんだよね。もうバレてますね、多分お互いに。そうで、そうした時に、そう、今もこう、あ、ね、今の22とか、松さんのベルバレてんだけど、あのもよさんのね、白鵬バレてないんですよね。なんでかな。いやいや、そういう戦いが面白いんだよ。いや、こいつもここまで来たら次これやってくるだろうつって、はい、ないよパリンみたいな。一回、追い上げていくよ、マズさんの譲り派。この辺がね、ガチってね、見てて面白いのがね、うん、動きが変わってきた中で対応してるかしてないか、まあ、対応しなかったらね、動き変えてそのまま流れ来て終わりなんだけど、対応してってまた盛り返してからのどうなんのっていうのがね、いや醍醐味でしょう。上手い下手じゃなくてね、この2人の戦いはどうなるんだろうって見るときは、そういう視点で見ると非常に楽しめると思います。でもこの2人は関東1、2を争う2人なんで、結構上の方なんですよね、女性のプレイヤーとしては実力。あの、こんな暁のアドリブコンなんてなかなかできないからね。多分俺できないもん。やってないとかなんとかもあるかもしれないけど、はい、なかなかできない。いや触ったことあるんだけど、結構難しいんだ。やっぱ練習が裏切らないっていうのは、萌えさん見ててすごいと思いますね。それはあるね、コンボ練習がやっぱ大事です、ね。わー、馬の裏回りゴビ上手いですね。きっちり見てますね、冷静ですね。え、ウニって女性プレイヤーいるんです。いるんです。今見てるあなたが見てる2人のプレイヤーは女性です。私あ、実況者もあの女性です、かっこ俺除く、はい。だから、まあ、ここで今喋ってるのとプレイヤーとこう女性選手3人いますんでね、はい、今のとこ。まあでも、もよさん女性だよ。もよさんは女性だったのか、すげえコメント来たよ。もよさんは女性です、はい。あの少々あの最近あの戦闘力に磨きをかけてるけど女性です、はい。走って投げて西からコンボ決めてって、譲り浜松さんが落としたくないと、こう逆転の目をつかむために前に出ていく。急に実況あのし始める俺っていうね、うん、もう一回投げが通る。これ投げたらねコンボに行けるのでね、かといって他の当たるとだか中段だか怖いんで、グラップも怖いところ、走って投げて3回目まだ殺しきれないが、こっから2C で締められない。あ、一瞬食べて、あ、インフィニットバースエグジスト、このついやりたくなってやった、タイはない、締めた。あ、ラスト一戦になりましたが、この前ラスト一戦を前にして、まさかまさかの勝利を取り戻して、もよさんは女の子だよ。いや、まあね、この最後の最後の一戦前にね、勝つっていうのはね、流れがね切り替わるところなんでね、最後に流れを取ってこのまま優秀な美を飾るのはマズさんか、それともいやいや今の1回は気の迷い、かっこインフィニットバスイグジストとフォローして、最後はきっちりこう今有利であの勝ち数稼いでるもよさんが下していくか、見ものです。10戦勝ち最終戦開幕試合から見えてきました。いいのが入った、6種カウンター、拾いが難しい。改めて差し合って、画面端に連呼しない、中央で立ち回りに戻る。あえてダウン取らないでね、距離離すのは譲り派、リーチが長いキャラとしては全然有効な戦法です ね。確かに、うん、ダウン取らなきゃみたいなイメージがあるんですけど、だとあのやっぱ格闘ゲーム見てると、ダウン取って置き攻めに行くっていうのが基本パターンなんですけど、はい、あのやっぱ このゲーム画面横にめちゃくちゃ広いんで、やたら広いですよね。そうで、射程距離で有利なキャラは正直下がればいいじゃんっていうのもあるんでね、うん、ただグリッドっていうのが減っちゃうっていう欠点もあるんですけど、でも正直優先権とか権利が来ようがどうしようが当たらなければ意味がないんで、一人離してれば別にいいんじゃないっていう戦い方をするのも戦略ですね。ちゃんとあの走ってくるのに合わせて下段を置いてるのか。そうそう、今のが置きって言われる技術ですね。相手が突っ込んでくるなら技を置いたらいいじゃんっていうね。そう、腕伸ばしてて相手が走ってくれば勝手にグーパン入るよねっていう話。あとでもそこにグーパンをねじ込むのがこの萌え暁、ロックシーが冴える。ゲージョダーハグが相打ち、シス使って投げが通って、ここはしっかり決めれるか、どうするか、え、悩みどころ、当たんねー、どっか行ってロクシが入って、あー、コンボミス、コンボミス、
ギリギリラウンド取っていったな、松さんの譲り派。ドットさでしたね、今のさ。いや今のね、今のすごい面白いんだ、ああいうの。いや真剣試合ってすごい。そして最終戦のリーチかけているのはまずは松さん。あ、そう、いや本当ね、何気ないジャンプから技通すのって本当難しいんだ。よくできる。チェストから走ってって竜巻1回から技ターン継続していこうと思ったが差し込まれる。おっと、あ、変なジブレ方して、そうだから自殺はやっぱり女の子いっぱい来たらレディース大会とかしたいんで、これを機にウニの家庭版から始めていただいてもよろしいですし、アーケード来てくれたら全然私たち出向きます、出張いたします。関東圏秋葉原とか新宿とかよくいるんで、ツイッターとかで言ってくれればもう暁どこでも飛んできます。暁機械の動画譲り発会のマズさん、全然あなたのために出てくるよ多分って言ってる間に最終ラウンド、そうだ、最終ラウンドで、あの宣伝もいいけどね、俺ねそろそろ口挟もうかなと思ってたんだけど、うん、はい、じゃあ最後は最初ラウンドはしっかり実況してきますかねと、はい、ちょっと始まってからのお互いにまだ体力も減ってないところ、いい立ち回りですね。そこで致命的なダメージを取っていきそうなのが暁画面端、5番から中段はガードしてる、マンさん冷静、ここから移動して距離を取ってこっち来るなと自分の舞台に引きずり込みたい、暁をカウンターして当たらないが走って投げてシールド張っていたが割れてしまう、ここからコンボ行って立ち回り不利ですね、割れちゃうと。そう、これさっきも言ったけど 100% ガーキャンしても同じになるんだけど、下のグリッドが割れちゃうと優先権来なくなる上に当たるとっていう超ジャンプ実践まで使えなくなるんで、ちょっと厳しいところ。近づきたい赤月としてはやっぱり CS 権を持っていきたい。そう、持っていたい、いつまでも持っていたい、ワンチャンスがあればなんとかなるか、ワンチャンスがあればなんとかなるか、こっからが正念場。さあここで前に行くのがまず譲り派、時間を稼げばいいものをと思った人もいるでしょう。違います、そこで走るからこそ意味があるんです。ゲージを吐いて殺し切って、釣り殺し切って、はい、マズさん取り返した。マズさんということで、で、はい、11戦勝ちの結果は、はい、8対3かな。で、もよさんの勝ちで6先としてもよさんが勝ちですので、まずは、こちらのもよさんおめでとうございます。すごい、ギャラリーも拍手してくれてる。ありがとうございます。いやでもね、いい11戦勝ちだったね。ね、すごい良かった、うん。白熱した試合でしたよ。うん、パチパチしてる。いやーすごい良かった、すごい良かった。この後どうするの、なんかまだあの時間があるから、この一応二人に一言ずつ、はい、そう、一言コメントもらおうか。じゃあ、はい、最初に優勝者の方から。はい、もよさんは女性です。男性ではありませんので。まあ、ウニを、まあ、やりたいっていうか興味のある女性っていうのは、まあ、今ロケでやってるんですけど、結構ちらほら初めて見る女性っていうのがいたので、まあね、あのアーケードでぜひ女性が増えてくれたらなと思って、まあ、こういう企画をしましたので、まあ、あかつきでも頑張れますっていう。リバイト、でまあ、あの新宿、あ、これデジャランで言うことじゃないですけど、毎週金曜日新宿にセガに来れば、まあ、もよさんの暁はいますので、ぜひお気軽に開けに来てくれたらなと思います。まあ、あの今後女性向けのレディースイベントっていうのも、まあ、前12月かそれくらいに1回やったんですけど、またやるつもりなので、ぜひ、ね、あのお近くの彼女なり妹さんなり、ね、彼女なりを、まあ、国勢に、ね、引き込んで、ぜひ増やしましょう。まあ、女性だけじゃなくて2勢を、ね、増やしていきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ準優勝、準優勝者のマザー。準優勝なんですか。なんか、薄い本の宣伝とかでもいいんで。ゴールドをかけるカオマインの本出してはよろしくお願いします。宣伝しちゃった。じゃあこの後この後もよさんが実況する、もよ実況、もよ実況、もよ実況しちゃう。ゴール系じゃない、ゴール系じゃないんだな、これがゴールカーなんだな。